ごちそうさまです、すごい状況で終わりましたね、ああ、そうですね、めちゃくちゃハラハラするな、そうやね、爆弾がね、仕掛けられてっていうことで、机の裏にありましたけど、来週ね、それで、院長が自分の罪を自白しなければっていう感じにはなってますよ、でも、武蔵がさ、こう、線を自分で切ろうとしてたこれ、処理班なのかな、そう、だから解除しようとしてるよね、どうすんね、間違ったらな。間違っても武蔵は大丈夫よ、タフやから。 全然生き残るし <laughs> だから最悪嘘だろってなる <laughs> バ,ーバーンってやっていってって言って <laughs> コッパみじんの院長っていう状態がちょっと来週あるかもしれないですねあ<ー>、うん、まあまあこれは全然あり、うん、うる話でこの武蔵のタフさからすると。 ありえるんですけど、ありるんですけどドラマとしてはおかしいですよね、それで。ドラマとしての変な話になってきますけど、そうなってくるとさすがにさすがに言われちゃいますよ。にさしタフすぎるやろ、それはもうでも、そうね、むさしたすぎるや言われてることやったら、突っ走ってもいい気もしますけどね、まあまあ、確かにね、そこでいうと、委員長の体が心配ですよね、そうですよ、委員長の体がそうなるとやっぱり心配ですよ。これってささでも一度助けた人 は、うん、もう蚊帳の外にするね。あ、そう。なんかさ、かねうん、エミリーどうなったかちょっとめっちゃ気になって見てたんやけど。あ<ー><回>ほんまやな。どうなった、あれ。ほんやね。いや、助かったのはわかるよ<ー>。本当に無事だったのかあ,<ー>あの。あ 結構やっただから病院行ってその後体大丈夫やったのかとかいうところの描写一切ないなそういえば確かにね気にならんのか武蔵もほんまやなってこほったらかしまた一人にしてんちゃうやろなまた誘拐されてんちゃうわまた病室抜け出してんちゃうか大丈夫かホンやなありえるぞそれちょっとほったらかしてたらそうですよねそれで言うとさ佐渡って助かってるよね佐渡は助かってる ってるしまあいやいやいや佐渡ってちゃんとどうなったか分かってないんやけどあんまりああ成功して見逃してるだけかな、うん、ほんまや佐渡も帰ってもバレへんななあ帰ってもバレへんし <laughs> 手術の途中でほったらかしてたとしてももうそれは <laughs> いや最後成功したってしてた,成した。成功したってたそのあとあれなの 誰が点滴とは変えてるのそうそうそう。<laughs> みんな連れた行ってもうたけど。<laughs> そうよ、もう。秋さんは連れてくけどさ。ほんまやな。佐渡は連れてかへんのそうよ。秋さんピンチみたいにされてるけど、<laughs> <うん S 1> 今ピンチなのは佐渡よ。<laughs> 一人で。<laughs> <laughs> 多分ん、点々切れても、点々切れても、あってなってるかもしれんからね、佐渡がちょっと心配にはなってますまあでも医者やから、まあまあまあ、セルフでいけるんかな、ある程度意識戻ったらね、ギリギリね、まあでもその佐渡のギリギリの描写、でも一本ドラマできそうですね、できないですいらないです、めちゃくちゃギリギリやったら、いやー、そこはちょっと心配な部分ありますけどですね、まあでもなんかいろいろと分かった部分とかもあってっていうのは、結構面白いですね。鬼のちょっと関係 というか、うん、まあ今回まあ檻の過去が描かれましたけど、そうだね、はい。まあそれでちょっと分かったこととかもありますよね。うん、そうやね。まあ性格はわかるよね。はい、性格わかるね。うん、あとまああの赤とえっと青と黒かがまあ最初にこうあの仕切り出してる感じはあるね。<laughs> うん、そうだね。もう七人集めて、うん、まあ七人というか八人か。かも四人でやったらよかったんじゃん緑までの。 緑までの4人でなんでですかいやまあせめて黄色白黄色白はいるでしょ黄色は全然いるでしょそうかやっぱ桃ハイじゃあ茶大大がいらなさすぎるよ大々はもう悔しがりすぎてるから大々でうまいこと言ってること一つもないから大々が人に突っかかってる理由がわからなすぎるそうやなちょっとわからなそうやねすぐ突っかかるもんね茶はまだ嫌味なやつで分かんねえけどさまあまあまあねそうね 代々はでも本当にねがほんまにいつもクソって言ってるやん代々とさちょっと武蔵は似てるよね似てる理不尽でも自分たちが悪いのに怒るというかさ桃はさそんなこんなガキがとかさ紛れてとか言われたらさ 何って怒るの当たり前じゃん。はいはい。なんだぞって怒るのお前らから言い出したよ。確かにね。まあ消しかけたら代々やったもんね。なんでお前はそんな怒れんねん。そうやねん。代々はちょっと理不尽なよ。代々はだから親に父親にしたくない男ナンバーワンですとけんになったら終わらへんでこれも。代々とむさいやもうただの取っ組み合いやそうたらほんまにただを殴り合い取っ組み合い、強い方が勝つっていうシンプルな世界。そうなってくると。でも鬼はでも。 確かにちょっと無能やなって思う人もいるしちょっと卑怯やなって思うのもいますね僕は廃ニにとモ王には卑怯すぎひんかって思って自分たちの目的達成されたら怪我してる人がいるとはいえそれは覚悟の上で始めたプロジェクトじゃないですか廃王にとモ王には大事な人の死の真相が分かったと。 裏切るんかい、その後っていうさ、まあ、ちゃと大いだには分かってないからな、ああ,、うん、あ、そうやね、だから分かってないよ、<laughs> いや、だからほとんど分かってないよ、他の人、分かってないし、<laughs> 目的、まだまだ全然あるのに、うんうん、その自分たちの目的が達成、これされてなかったら裏切ってないでしょ、おそらく、うん、そうやな、だから一番、それこそ鬼なのよねの。いや、鬼よ、この人、この二人はなかなか、味方な風で。<laughs> 結構鬼よと思って鬼かしたら鬼よと思ってやしいけどとはちょっと思うところではありましたけどねそうやな確かになセンターに入れてもったらなそうですねだから関係性としてあとまあまあそのそうねまあセットが分かってペアが分かってきましたけどちょっとその名前も言ってましたね孝一っていう青青名前言われてたね孝一ってね言われてたか言われてた言われてたでもねガソスターの立てこもり犯が孝太郎なんですよ いやそこそこ関係ある関係ないかなこれい一の息子は浩太郎じゃあ太郎の息子が浩一っていうことになりますけど浩一あるかなと父親の一時あるとかあるんじゃないいやないかなこれでもこれ名字違うんですよ実はあそうなんです何苗字はでもな違えれるもんな違えれるまあその親がとかいうことで違えれるところはあるんですよねまあだから誰が誰をに 殺されたか、恨み持ってるのかっていうところではありますけどまあ、でも硬いやろ、一番最初のガソリンスタンド、で、稲葉さんも関係してる、呼び出してる、そこが主人公の武蔵、敵のほぼ主人公に近い青に、ここはその事件でしょう、最初、ここから始まってるんやからまあまあ、そうね、うんね。考察の仕方やねんってなるけど、まあまあ、そうやね、あの事件から始まって、でも、青じゃないかもしれないよね。 だから赤と黒かもしれないよね。赤は美雅かって言われてたからで黒鬼が下の名前で美咲みたいなんですよね。だから黒鬼の方の名字は明かされてないんですけど赤と黒が兄弟とかもあるしまあなもしかしたらそのガソスター立てこもり最初の事件はそっち側かもしれないしそうなると青は誰やねんていうことになってくるけどまあなまあまあまあ誰やろうね。でもまああの 今回の3人、院長が殺した、殺したというか、運んで、事故死に見せかけたっていう、3名がいるじゃないですか、あれ、1人生き残ってるよね、どういうこと ?1 人生きてるっぽくないですか、1人行方不明で、同じ待遇の3人で、亡くなったのが2人と、で、事故に見せかけて、殺す目的であれば、単純に事故でそのまま殺すっていうことでいいと思うんですけど。 何だっけ副支配人か。はいはいはい。はいはい。空手家出てきてないか空手家提案も出てきてないから。さ副支配人ね。3人とも死んでたって言ってたよね。副支配三3人とも死んでたって言ってた。死んでたって言ってたよ。あそうやったっけそうかそうか。まあでもあれ。まあでもあの副支配人のことはあんまり信用はできなさそうやけどな。あの3名のさ、宿泊者リストって、あの死んだ3人やった あの死んだ3人の女の子と、行方不明の女の子と、小学生やったっけ大阪の小学生大阪の小学生と、あとあの兄弟やんね、うん、3兄弟の三男。 宿泊者リスト、あ、そうね、加賀大、うんうん、そうね、あの、ちゃ、お、にオレンジ、大大王の、弟ですよね。怒りの、<laughs> 三兄弟、ね。そう、怒りの三兄弟、香賀<ー>は、違うでしょうけどね、ねキャラクターは。で、えっ、ー、と、女の人が、えっと、山城こと、うん、行ね、が行方不明で、っていうことなんですよね。ちょっとまあ、あの、大阪の小学生ってさ。はいはい。 あのホテルって何どういうホテルなのだから、小学生で1人で泊まっていいのよ。宿泊者リストに小学生おるか宿泊者リストにな、小学生で一人で行って、学生として泊めれるっていうね、これもだから、院長の息がかかってたってことなのかな、いわば、だから病院から送り込まれてる感はあるよね、このホテルに対して。で、その中で死んだとホテルのう。 まあホテル詳しくないから、はいはい、ホテルでもし働いてる人いたらねはい、はい、教え通しですね、小学生、<あ>実際、人で泊まりに来てはい、はいまあ。ありなのかどうかっていうところね、うんうん、そうよね、これ、だから、一人で、だから、えーと、学生って書かれてたから、宿泊したリストには、うんうんで、小学生としてがっちりあの、うん、認識してっていうことにはなってるから、ねうんうん、変な感じではあるんですけど。まあまあだいぶでもあるね、はい あのできる小学生っぽい、だからなくすにはもったいないうな小学生やったんじゃないかなとは思います、ねそうね、まあでも、この中であおりの目的があるとしたら、うん、なんか女の人が年齢近いから、もしかしたらあるかなってい、ね、うか、恋人とかとかもあるかもしれんな,なとは思いましたけどねじゃあ、小学生はあの息子とかもありえる、息子とかあるんかな、あそうやね、確かにね、まあ、子供が亡くなってっていうことやもんね。ら、木と白は木と白が、あれキーシロは、木、えっとキーシロが子供やったでしょ。うん、まだそれ、誰か言ってないんか。 キーとしろ子供誰かは言ってんじゃあそれかもしれへんなうんそうそうだからそこかもしれないしいマジで桃と灰誰も解決してへんや実はうんそうそうだから誰も解決してへんやのに桃と灰はこういう行動に出てるから俺は桃と灰が一番自分勝手やなと思ってます緑はじゃあすごいな、うん、緑は一途子供 <laughs> <laughs> 終,終わってるから、ね、緑は完璧に終わってんのよの、うん、やからあのー、うん もういつ、あの、出ていくって言ってもいいんですけど。ちょっとだから、それは青の采配ミスでもあるよね。先に、緑、あの、灰色とモモニをやっちゃいかんね。いかんね、そうやね。先に、まあ、緑は裏切らへんと。はいはい。こいつは、しんのあろうとか。そうやな。緑一番最初。で一番最後、この、チャート、モモの方、どっちかやなこれそうやね。二組は、もう、自分の方、あったら、裏切るりか。逆やったら、逆のことしてるかもしれない。こいつは、裏切りそうやな。確かに、順番入れ替えたら。いいかも。しれない 先に赤とか黒とか黄とか白絶対裏切らなさそうなやつやってもよかったねそっちはほんで捕まるリスク的にも考えたら先にばらしたい悪事っていうのがあるやろうからそういうのもあるもんなまあまあまあでも院長側が先じゃないのって思うけどねやっぱりな一番最初にっていうふうに。 というふうにはね思うところですよね。うんうん、あとまああの次週来週裏切り者がちょっと出てくるということですね。あの人質側にも裏切り者がいるみたいなことが判明すると、<ー>まあ警察側も振られてましたけど、<ー>あの人質側にもっていう感じがありましたよね。どち側でももうさど、うん、っちゃうか。うん <laughs> なんで佐渡やねん <laughs> ギリギリのやつやないか佐渡やったら <laughs> そうねまあ人質側の裏切り者でいうとまあえっと次週ねなんか自習予告で青鬼がえっとあの人がい,るいたのでなんかこう分かりましたみたいなこと言ってたじゃないですか、うん。うんうん 青鬼に、えー、と伝えれるチャンスがあるっていうのは、シェルターから出てこないと伝えれないと思うんですよね。で、えーとまあ、出てきたのが、手術、緊急手術っていうことで出てきたのが、優子、うん、と若さやったと思うんで、うん、これも優子、えーまあ、はさすがにないかなと思うから、うん、まあ消去法になりますけど、これ、若さちゃうかなと思いますけどね、うん、人質側の裏切り者っていうのは。若さであるならば、まあ、ユーコへの思い っていうことが一番キャラクターとして強く出てますけどそれ以外特にんというか裏着物だったとしても不自然ではないというかいなくていいからなこいつ別に実際は役割としてねそうやねんなでまあ罪があんまり暴かれなさそうな人でもあるし性格的にいることのドラマの展開があんまり分からないというかこの人はなくてもね他の人でまあんだろう そうですね、罪全く振ってないんですよね、若さだけ、他の人はちょっと罪振ってたりするし、あきさんとかはちょっと具合が悪かったりまあ役割がしっかりしてるし、その上、何かあるんでしょっていう感じなんですけど、だから若さだけそんな感じやから、おそらく人質側の裏切り者、若さなのかなっていうところは思いますよ、県警側の裏切り者で言うと、誰なのかなっていうところですけど、やっぱでも一番可能性高いのって。 島かなって思うんですよねじゃだいとだれスルガと島のスルガと島ああ情報分析官としての仕事をしてるだからセルターに入ったことに対してどうすんねんって言ったらいがりがこんな時のためにあの人はいるんでしょっていう関係にねって言ってるわけやからセルターを開けれる人でしょ遠隔でああはいってなってくるともう情報分析官のどっちかになるそうやしその中で言うと島なんじゃないのああなるほどね前回の話とかそうやねどっちかっていうと島よね完全にまあスルガは別にそんなに怪しい動き全くない ないもん、ね、そうやね,そね。で、そうね、でも、あの自、ー、主、その爆弾がこう机の裏にひっつけられてるじゃないですか、うん、まあ,あれができるっていうのもあるよね、みんなできるかでも、まあ、できるというか、まあ、実際のね、うん、現場で考えたら、警察の人とかが、ねうん、見てたら、できる人、限られるのかもしれないけど、そこはまあ、 あるる気もすよ確かにね、わあ、お腹が痛いって言って、トイレ行って島にまもね、は。もちろんドラマでは描くしかないしね。島が腹下したし、怪しすぎるしね。でも腹下しそうなキャラクターではあるし。そうはい。まあまあそうか、そんな感じ、ちょっとその可能性として高そうなその感じですよね。 かしばらくいなくてまた出てきたけどななんん <laughs> はでも <laughs> でもその、えー、と鬼ヶのね過去で描かれたもう一人いるっていう感じではあって、うん、とちょっとちらっと映ってる感じを見てるとまあまあ男性っぽいよねっていうのでいうと、うん、その,あの絵面でだけでいうと。うん 相模か若さか、うん、えっとまあ丹波もないことはないなって感じはちょっとしましたけどねダブルーにはないようなもんなダブルーにあるんかなでもその県警側のダブルーにいやじゃなくて今鬼のやつがさ、うん、もう一個鬼はないよな何それ何それだよな, <laughs> なんかいや思いついたことは言っていいんかなと思ってあかんよ <laughs> <laughs> あかということでね、ちょっとね、禁止事項もありますよ、このチャンネルは。あります、あります。思いついたこと言ったらあかん。もう1個、仮面を持っていたっていうね。あかんはいもうさっきあかんことやんなって。やってるわけじゃないんだということでね、大病院選挙、楽しみですね、ハラハラするドラマですし。 ちょっとね見てるぞと、大分選挙見てるし、たまたまこの動画を見たぞという方は、ぜひぜひね、チャンネル登録の方していただければ嬉しいですそうですね。と、コメントの方もしていただければそと思いますね。皆さんのコメント、ちょっとね、気づいてない部分も多いのでね、僕たちは。なので、ぜひぜひ、こういうこともあるんじゃないかみたいなね。かみたいなことをね、聞けたら嬉しいです。ということで。 来週も楽しみに、ね、楽しみにましょう、はい。見ていきましょう。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。